どうもこんにちは、こんばんは、きなこと申します。ホワイトアルバム2パート42やっていきたいと思います。前回のパートは、謎の女子高生小春ちゃんに急に声をかけられた春樹くんが、あの塾のね生徒に告白、されたというかされかけたというか、あのことについて、なんで断ったんですかっていうことを聞かれて、であとはあの断った理由っていうか、そういうのについて、あの誠実にちゃんと話して、納得してもらってくださいみたいな、あの友達がね、その塾で、告白してきた、女の子の友達である小春ちゃんから、そういうふうに言われた春樹くんが、最初はちょっとこう優しくというか、そんな感じで、対応してたんですけれども、その今なんで付き合えないかっていうことを全部言えみたいな感じで言われたところで、なんでそんなに自分のことをさらけ出して、その他人にさらけ出して言わなきゃいけないんだみたいな感じでね、きついことを言って、その場から、立ち去ったっていう、そんな感じのところまでやっていきました。そしてそれについてタケヤが、フォローしてたんだけども、フォローを最後まですることもできず、で、ご飯に誘ってたところも春樹くんは来ずっていうような感じです。で、続きやっていきたいと思います。なんでもない、ちと酔ったかな。どうしたの竹谷、なんか調子出ないね。いつもの合コンよりよっぽど女の子のレベル高いはずなんだけど。いや、それは認めるけど、こんな生殺しな合コンも他にはなくてな。確かにどっちにも手を出せないよな。なんと言われようと刹那は干渉よ。お手を触れないようにお願いします。じゃあこっちの代用品ならいいのか。こちらは戦闘用ですので、場合によっては最大の防御を発動する場合がございます。やっぱ俺帰っていい？ダメ。ほら、向こうの席の男だけのテーブル、さっきから刹那の方ばっか見てる。あんた帰ったら絶対こっち来るよ。そんなの戦闘用が戦いよ。ひどいよ竹谷、あんたなんかもう帰れ。いや、だからな。相変わらず仲いいね、二人とも。俺ぽっちも仲いいな。あ、すいません、チントニックおかわり。おい、いいよ。お前もうちょっと普通の女の反応とかないのかよ。誰もが認めるいい男に惚れるとかそういうの。ちょっと、おいって呼ぶのやめてよ。だってよ、お前がまるっきり可愛げがないから。おい、いよって怪文じゃない。よくそれでからかわれたのよね。そういうことね。それだけかよ。なあ、せつなちゃんもなんとか言ってやってよ。この大学3年にもなってまだ彼氏の一人もできない哀れなスポーツバカにさ。大学3年間で3桁を超える彼女に振られるのとどっちが哀れか、よく考えてからにしてよね。すごいな。っていうか毎回ちゃんと付き合ってるのかな。付き合ってるんだとしたら逆にすごいとは思うけどね。本当に本当にずっと変わらないな。ごめん、本当あまりにも楽しくって。大学入ってなんかちょっとまた自分を押さえつけてるような感じだもんな。せつの、いい音竹谷くんがいてくれて本当に良かったなって神様に感謝したい気分。やっぱりさ、男女の友情が成立するのってさ、絶対さこの人はないなってある意味思える人とじゃないと成立しないような気がしますね。神様じゃなくて直接俺に感謝してくれていいのに。ただお酒飲んで騒いでるだけでいいならこれからだっていつでも付き合うよ、せつな。ありがとう、本当にありがとう。せつなちゃん、私ね、あなたたちと家族がいるからおぎそせつなのままでいられてるんだよ。これからもよろしくね。ずっと仲良くしてね。わかった、約束するよ。俺たち絶対に。約束はしなくていい。
え？あ、でも…だって、もし約束したら、すがってしまうから。俺は絶対に小木曽から離れていったりしない。俺は誓って絶交なんかしない。されるまで離れていくことはないから。ずっと信じて、そして傷ついてしまうから。こう見ると春樹くんひどいなってなるね。確かにそんなこと言ってたなと思って。さてこれからどうしよっか。明日は休みだし。静かなところで飲み直す？ボーリングとかで体動かす？それか久々にせつなちゃんをオンステージでも。あ、ごめん、私そろそろ帰らないと。お父さんが心配するし。相変わらず門限10時なんだ。うわーうわー怖い、ちょっとトラウマが蘇ってくるぞ。門限10時トラウマが蘇ってくるぞ。私の変わらないよな、おにそけも同じですね。私も二十歳超えてたのに門限10時ぐらいでした。門限10時っていうか、実際多分二十歳超えた時は、門限は一応めちゃめちゃ喧嘩に喧嘩を重ねて12時とかになってたはずなんだけど、実際の門限は10時でしたね。10時超えたら普通に怒られるっていう。なんでみたいな。門限12時ってなっちゃったじゃんみたいな。抑えよとか言ってすごい怒られるんだよ、なぜか知らないけど。本当にごめんね、せっかく元気づけてくれたのに水を差すようなことばっかり。その覚悟がなくちゃ誘わない。ありがとうね、イオ。本当に嬉しかったよ。だからまた誘うからね。断ったら許さないからね。うん、うん、送ってくよ、3人で帰ろう。うんうん、いい。ここから先は二人の邪魔しないから。ご冗談を。うん、それじゃあさよなら。うん、また来週。せつなちゃん。ん？あのさ、今日春樹と話したよ。タケヤ、どうしても抜けられないバイトだったんだって。本当は行きたいのにってすごく残念がってた。せつなちゃんのこと気にしてたよ。ありがとう、タケヤくん。いや、感謝されても困るな。ことつて頼まれてたのに今まで忘れてたくらいなんだし。元気だった、ハルキくん？あ、忙しそうに走り回ってた。本当？疲れてなかった？ちゃんと食べてるみたいだった？毎日きちんと寝てるって言ってた？毎日全然寝てないんだよな。せつなちゃんのお母さんみたいだな。笑ってた？ああ。バカ、そこでとちるな。あいつ今は本当に忙しいんだ。自分のことしか考えられないんだ。うん、だからさ、だからなかなか会えないからって春樹のことを嫌わないでいてくれよな。だけよ、嫌うなんてできるわけないよ。そうだよな、当たり前だよな。じゃあおやすみ。おやすみ。なんとも言え、ハルキ君を苦しめてるんだよ、私。バーカ。何を？誰もが一発でわかる大嘘ついて一体何がしたいんだか。こんなわざとらしい飲み会企画しておきながら結局目的を達成できない奴に言われたくないな。あんたが春樹引っ張ってこれないのが悪いんじゃん。お前がおせっかいすぎんだよ。昔の春樹といい勝負だ。だってさ、もう3年だよ。どうしてずっと引きずったままなんだよ。いい加減お互い許し合えばいいのに。もう3年だ。どうしてずっと思い合ったままなんだよ。
いい加減お互い離れればいいのに。そういう解決方法だって正解だ。ただ俺たちが目指してないだけで。確かにね、もういっそっていう方向をある意味解決なのかもしれない。私たちっていいやつだね。いいやつだよ。それを口に出さなければな。ふん。さてこれからどうする？明日は休みだし。帰るに決まってる。じゃあね。おい、ちょっと。もちろん送らなくて結構だから。それじゃまた来年。え、本当に帰っちゃうんだ。なんで俺までいいやつやってるのか。少しは察してほしいもんだけどな。おや？おや？板山和久、セリエ B リッチ所属、17歳。藤山北高校を中退後単身イタリアへ。夜食買ってくるけど、北原何か欲しい？ああ、これ終わったら上がりますから。そうね、早く帰った方がいいわ。お疲れ様。すれ違いになるといけないから今行ってくるね。お疲れ様です。で、3時。3時？ゾッとするわ。早く帰った方がいいって。そもそも今から夜食っていつ帰るつもりだあの人。まあ終電逃した俺が言うのもなんだけど、また40分かけて歩いて帰るのか。ありがたい。今日はきっと夢も見ないほど疲れ果てられる。もしかしたら休日をずっと寝て過ごせるかも。天部はずっと前から考えてた。教養課程の頃から政経の講義内容になんとなく深く傾倒できなかったとか、将来文章を書く仕事に就きたいと具体的に考えるようになっていたからとか、実際に決心した時周りの友人たちにはそうやっていろいろと達観したような顔で吹いたものだった。もちろん後付け、一部の人間には分かりすぎるほど分かってたと思う。家を出た。大学の近くのマンションを借りた。生活費を稼ぐため大量のアルバイトを入れた。自分の学部と無関係の講義を受けまくった。新聞サークルとかマスコミ就職のためのゼミとかに積極的に参加した。とにかくプライベートの時間をそぎ落とした。刹那から逃げた。平坂みゆき、パリシェリパンホテル専属パティシエ、23歳。19歳の時製菓会社主催のコンクールで優勝。だって刹那は俺のこと憎まなかった。あれだけひどい裏切りをされたのに何事もなかったかのように俺に微笑みかけてくれた。俺が逃げてもその距離を無理やり詰めようとせず、けれど自分からは遠ざからず俺のことを優しく見つめてくれた。その度に俺は嬉しくて胸がときめいて、その綺麗な姿と心に触れたくて自分の意思を制御できず、ふらふらと彼女に近づき、すぐ近くでその思い出と思いの深さに触れた瞬間、自分の残酷さを思い出し彼女の目の前から逃げ出した。そんな無情なループを何度も繰り返し、自分だけでなく刹那が疲弊していくのを目の当たりにし、俺は刹那の可能性を奪った俺を憎んだ。俺の憧れの歌姫の声を奪った俺が許せなかった。だから俺はもう刹那に呆れられるしかない。嫌われてしまわなくちゃならない。憎まれるべき人間だ。付属時代の誰のものでもなく、そしてみんなのものだった本当の小木曽刹那に戻ってもらいたいから。それは本当の小木曽刹那なんだろうか。あいつみたいに飛び立ってほしかった。俺みたいな人間に囚われてほしくなかった。そしてもしそんな俺の願いが叶えられたなら、その時俺はようやく立ち直るのにとても長い時間がかかるくらい深く落ち込むことができるんだろうって思う。また考えてた。夢に見るのも辛くて
ありとあらゆる方法を駆使して逃げてる現実と無意識のうちに向き合ってしまっていた。早く片付けないと。編集していた記事もほとんど頭に入ってない。明日の午前中入稿なのに。マリさんが海外出張の時に取材してきた海洋グラフの超特集用の記事、確か世界で活躍する日本の若き才能みたいなお題で、日本では無名だけど海外で花開いた人たちにスポットを当て、うわ、閉じようとした記事のファイルを気まぐれで一番下までスクロールした俺は、プロサッカー選手、三つ星ホテルのパティシエと、そうそうたる経歴の若手が並ぶその記事の最後の最後に紹介されている名前を見てしまった。東間和沙、トラスティ国際コンクールピアノ部門2位。和沙、あいつみたいに飛び立ってほしかった。うわー、海外で頑張ってるんだね、和沙ちゃんも。そっか、彼から電話かかってきたんだ。よかったね、美穂子。あ、付属だ、懐かしの。え、あ、うん、そうなんだ。それは、うん、うん、そうかもしれないけど、でもさ、私思うんだけど、これでよかったんじゃないかな。あいつなんだか言ってること変だったし。え、そりゃ確かに私は会ったことないけど、でも美穂子の話聞いてるとさ、ごめんなさい、よく知りもしないで彼のこと悪く言ったりして。うん、そうだね、話してみないとわからないよね。話してみた結果なんだけどね。けどさ、彼もうバイト辞めたんだよね。会って話すってどうやって？大学の方乗り込む？美穂子にそれができる？でしょ？だからさ、もう諦めた方が。分かったから、だからもう泣かないの。そうだね、もう一度会って話さないとね。自分の気持ちに決着つけないとね。頑張れ美穂子、私もできる限り応援するからさ。このさ、なんかね、わかんないな、その私がさ中高生の時にさ全くこういうのがなかったからなのかもしれないんですけど、なんかこう恋愛の話をさ友達になんか言って、こうどうこうさ、こう相談してどうこうみたいなさことをさするのがさ、ちょっと私には全然ピンとこなくて。うん、じゃあそろそろ学校出ておいでよ、みんな寂しがってるよ。うん、じゃあね。おはよう小春。何今の嫌だから？今日も休み？うん、おはようさゆり、あこ、今日もギリギリだね。なにまだフォローしてんの？別にどこも悪くないでしょ、推薦がほとんど決まったからサボってるだけで。そんなんじゃないんだよ、ちょっといろいろあってさ。あの子ちょっと勝手なところあるよね、小春が面倒見すぎるから頼り切ってる感じ。だからそんなんじゃ。ねえ、本当に矢田も連れてくの？卒業旅行。当たり前じゃない、今さら何言ってるの。あの子さ、修学旅行の時もちょっと揉めたじゃん。で、旅館で雰囲気悪くなっちゃって。思い込み激しいところあるんだよね、一人で勝手に落ち込んで周りまで暗くするみたいな。揉めるってのは本音で話せてる証拠。あんたたちだって好きだからきついこと言うんでしょ。なのかな。ま、小春がそう言うなら。それよりもこっちの資金難の方を心配して、そろそろバイト始めないとやばいかも。あー、なんかなんとなくわかるな、なんか美穂子ちゃんの感じ。貸すよ、足りなかったら。別に返すのはいつでもいいし。そういうブルジョワなこと言わないで。さ、ホームルーム始まるよ、教室戻ろ。は
はーい、委員長殿。前期だね。よー、おはよう杉浦。あ、急がないと遅刻だぞ。高弘くんじゃん、久しぶり。遅刻はそっちでしょ。委員長のくせに廊下を走るな、小木曽。後期が荒れちゃね。委員長やってるんだ。キャラじゃない気がする。というわけで今回はこの辺りで終わっておこうと思います。見てくれた方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント等いただけると嬉しく思います。ではまた次回のパートでお会いしましょう。バイバーイ。